チュース。皆さんこんにちは、おやじです。今日は2022年9月23日ですの午前3時ですかね。午前3時前ですね。私は今夜勤を終えてお家乾泊です。で、今日は秋分の日ということでね、この新名今面白い運転しましたら、なんか右にエリアなんかはみ出てまあいいか、新面マークなんてね、安全運転してくださいよ、安全運転をガーって言った割にはなんか、まあいいか、ちょっと気になりましたね、びっくりしましたね。今ね、急に対向車線の方はみ出たんでね、多分レーサー気分ですかね。アウトインアウトでもやってたんですかね。よくわからん運転したんでね、すいませんね、ちょっとね気になれましたわ。まあやってみたい年頃なのかなという気もしましたね。はい、気を取り直してやっていきたいと思います。今日もざっくばらんにラジオ代わりに聞いてくださいね。で、今日は秋分の日ということで、昼と夜の時間がほぼ一緒と、ぴったり同じじゃないんですよね。ぴったり。どっちかがね、数秒、あるいは数分、長いか短いかなんですよね。なので、まあ、ほぼ一緒といったことでしょうか。その秋分の日から、今日はですね、運送会社のいいところ、こういうところがいいよというところをね、一つだけ話していこうかなと思っております。で、私いつもね、運送会社はね、もうおすすめじゃないよ。もうできれば運転士なんて職業やっちゃダメだよと言ったようなね、ポジティブな発信をね、常日頃やっております。で、それはね、まあ、私が本心から思うんであってね、決しておすすめの職業ではありません。で、よくお叱りもね、いただきます。お前運転手のくせに、お前そんな発信して、トラック業界を盛り上げようと思わないのかと、で、お叱りを受けますけれどもね、まあそれはそうですよ。でも私自身はね、このトラックの仕事好きです。好きなのでもう40年以上ですね、やってるんですよ。はい、40年以上というか、もう今年60か、まあ40年ですね。40年になれましたよ、この業界に入って。はい、いろんなことがありましたけれどもね、まあ私には天職なのかなと。でもですね、まあ、巷で有名な、トラックユーチューバーの方がね、いろんな発信をね、していますけれども、まあ、あの方たちの配信をすべて見たわけではないのでね、どういった発信をしているかようわかりませんけれどもね、そんな中でね、なんていうか、ポジティブな発信というかね、あまり悪いところをね、発信していないんでね。で、いいところばっかしの発信のような気がするんですわ。なのでね、こらいかんと。というわけでね、まあ私は、ありのままのね、トラック業界、今こうなんだよと、いったところをね、発信しております。はい。まあその辺の、心もね、ご理解願えたらなと思います。で、前置きはね、すごく長くてね、もう5分くらい喋ってましたね、もう。はい。そんなところでね、ガラスが汚えな、これ。すいません、なかなか本題に映らなくて。ガラス汚えな、これ。でね、
いいところはですね、いいところはですね、自分の時間に合わせて、まあ仕事ができる。というんですかね。まあ自分のペースというかね、そんなところですかね。で、要するに、荷物を積んで、で、指定された日の、まあ時間ですよね。それに間に合いさえすればよいと。で、帰りの荷物もそうですよ。帰りの荷物も、まあ、その日のうちに積めばいいと。で、次の日の、まあ、指定時刻までに降ろせばいいと。で、まあ、道路事情もあるんでね。で、遅れそうな時には電話一本。今、携帯があるんでね、電話一本で。まあ、交通事情で、遅れてますと。もう30分のうちで着きます。1時間のうちで着きますと。その電話さえね、入れれば、よろしいわけで。もう絶対ね、その時刻に、必ず荷物をつけなくてはならないと。いったようなことはね、まあ、ほぼないんですよ。ですのでね、まあ、一般サラリーマンだったら、まあ、グループとかでやるじゃないですか。で、会社のオフィスにせよ、まあ、工場にせよね、時間が決められてるわけじゃないですか。例えば8時から5時までだったら、もう8時から仕事始めだったら、その前にですよ、まあ、7時50分だとか7時55分だとか、それまでに会社に行ってですよ。で、ラジオ体操とかありますよね。ラジオ体操とか朝礼とか終わって8時から仕事を取っかかると。まあ中にはですね、8時から朝礼をして、8時からラジオ体操をして朝礼をして、でまあ8時10分とか15分から仕事に取りかかるといったようなね、会社もあるかと思います。でも多くの、まあ、工場だとかだったら、まあ、8時前に行ってラジオ体操をして8時から生産体制に入るといったようなことでね、動いていると思います。なのでね、まあ出勤にせよ、車で通勤にせよね、もう8時から操業が始まるから、製造が始まるから、7時55分のラジオ体操に間に合わそうと思って、でその時間でね、行くわけじゃないですか、毎日ね。トラックの運転してね、まあ例えば週始め月曜から始まって、まあ昼前までに荷物を積みに行けばいいと、まあそういった感覚でね、まあ家をですね、例えば自宅を10時に出ればいいと、で9時に出ればいいと、そういった時間なんですよ。そしたらですね、通勤ラッシュとか終わってるじゃないですか。で、まあ慌てないでいいですよね。ゆっくり出勤できるっちゅうんですか。で、途中でコンビニでコーヒー買って飲んだり、本を読んだりだとか、ゲームをしたりだとか、時間を潰してですね。で、まあ、会社に10時に行くんでも、まあ、10時ぴったしに行かんでもいいわけですよ。例えば、10時10分でもいいし、9時55分でもいいし、で、今日はトラックをちょっと洗車していこうかなと思ったら、もう1時間早く出てもいいし、まあ、その、荷物の積む時間にね、合わせて、例えば、10時ぴったしに来いということもね、ないですしね。まあ、ある会社もありますよ。でも、まあ、なんとか工業株式会社、何々工場と。そこに、まあ大体、まあ昼前に行けばいいや、みたいな感じで。
で昼一番に積みに行けばいいやみたいな感じでね、でその時間に合わせて行けばいいんでね、一般のサラリーマンみたいにね、もう8時までで会社に行ってどうのこうのということはないです。はい。で仕事が終わればですね、まあその仕事が終わればですね、まあ例えば昼の2時に終わったとすれば、まあ昼の2時に帰れるわけですよ。で、まあ午前中に終わってもですね、午前中で帰れるわけですよ。で、車を洗車して帰ろうかなと思ったらそれでもいいし、で、午前中でやめて帰ろうかなと思ったらそれでもいいし、そういったね、一般サラリーマンみたいに8時から5時まで拘束されているということではないんでね、その点はね、トラックの運転手ってね、気が楽ですよ。なのでね、まあその辺が時間にね、縛られなくていいかなと思います。まあその他はね、いろいろ結構時間に追われることもね、あるかもしれませんけれども、まあ今はね、ほぼほぼそういうこともね、なくなってきているんでいいんじゃないのかなと思います。はい。で、8月に入ったね、新人さんも行ってたんですけれどもね、その方はね、もう40年間違う職種でね、8時に会社に行って、まあ、5時に退社というようなことをね、ずっと40年間しておられたんでね、今ですね、その自分の仕事に合わせた時間で出勤するんですよ。また例えばですね、朝の9時に会社に行くだとか、で昼の3時に終われると、もう終わったのでその時間に家に帰れると、それがね、なんか すごく新鮮でいいなと。今まではもう8時から5時までね、拘束されていたんですけれども、まあ、9時に会社出て、で、まあ、早く終われば、4時でも3時でも帰れると。まあ逆に朝の早い時もありますけれどもね、朝の5時半から仕事と、トラックに乗って仕事と。まあ、その分、朝が早ければね、その分ほど帰りが早いんですけども、まあ、うちの仕事の場合はですね、まあ、朝5時頃からやると、もう昼の2時にはもう終わって帰ります。まあ、そういったところでね、朝は早いんだけれども、昼早く帰れるし、家に帰ったらね、買い物にも行けるし、家の周り散歩にも行けるし、まだ明るいんでね、家のこともできるし、そんなこともできるから、なんかトラック業界っていいなぁと今ね、しみじみと思ってらっしゃると思います。はい。そういったところで本日は運送業界のいいところを話してみました。まあ一つに限らずね、もっともっといいところがあるんでね、また、そのうち発信しようかなと思っております。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。この後も皆さん、ご安全にいってらっしゃい。